皆さんこんにちは、広瀬俊明です。まだまだ意外と続いてますけども、ほんまねゲストとかたくさん呼びたいんですけど、なかなか、まあ、皆さん外にも出られへんとか、まあ、僕自身もまあリモートも多くなってるとかで、まあ、計画通りにいかないんですけども、まあ、とにかく継続的にやっていこうかなと思いまして、今日も一人で出演しております。またこの間はねリクエストをお願いしたんですけど、まあ、たくさんの方からいろんなことを言っていただいてとても嬉しかったんで、まあ、僕としては少しずつですけど皆さんからいただいたリクエストもこうちょっと行きながら、まあ、皆さんと共にこう作っていける YouTube にのチャンネルになれば嬉しいなと思ってますんで、まあ、引き続きご支援いただければ嬉しいですし、まあ、途中でもなんかこんなおもろいやみたいなとこあればどんどんぜひ言っていただければ嬉しいなと思います。まあ僕としては真面目になりすぎず、でもなんかおもろいこと言ってるやんとか本質ついてるやんみたいなところを、まあ、少しずつ出せれば嬉しいかなと思ってますんで、で今日はですね、またまたま今紅茶飲んでたんですよね。紅茶飲んでたらね、今ねラグビーのねこういうマグカップがあるんですよね。こういうのこれをね先日ちょっととあるからだからいただいたんですけど、なんかいい感じっすよね。こういう風にこれがね今なんか僕の中でいい感じでして、これはこういうのもあるんですね。なんとかね、あとはこんなのもあるんですね。これノーユアラグビー、スクラム、フッカー、モール、ファールプレーダー、シンビン、ラインアウト、カリフラワーイヤーって書いてある。カリフラワーイヤーこんな感じで、なんかほんまに素敵なやつで、あともう一個あるのか、こんな感じでね、エリスカップとかトゥイッケナムって書いてあるね、マレーフィールドとかも書いてあるかな、イーデンパーク、はい、こういうのをねなんかもらったんですけど、なんか本当に素敵で、ちょっとしたこうコーヒーとか紅茶とか、まあお茶の時間が楽しみになって、僕はなんかええなっていうか、あそうそう、あとはね内側にもねちょっとこういうとこにもあって、まあこれはねどこのもんとか言うとあれなんかちょっと商売っぽくなってきそうなんで言いませんけど、本当に素敵なものをいただいて、ちょっとこうお茶の時間が楽しみになったっていう感じですね。やっぱりこういうなんでしょうね、まあコップとかカップが好きな人がこれを見てちょっとラグビーに興味持っていただくみたいな、あのきっかけになるんちゃうかなと思いますし、まあちょっとなんかこう友達とか来客とかもしあった時にねこのカップを出してなんかコーヒーとか飲んでいただくことになれば、このカップを起点になんかいろんな会話が生まれて、まあ商談もそうですし、ちょっとした会話がこうなんかこうスムーズになったりとか、ちょっと距離感が近づくみたいなところになんかつながる可能性あるんじゃないかなと思うんで、まあ本当になんかこうシンプルなティーカップもいいですけど、ちょっとこういうのをねちょっと準備するっていうのもなんか心意気っていうか、なんか意気があっていいんじゃないかなって気はしましたし、まあマグカップとかお茶が好きな人にラグビーのことを興味持ってもらう、そんなきっかけにもなるんじゃないかなと思うんで、やっぱり掛け合わせってね改めてなんかええ感じやなっていうのをこのカップを見てね学んだんで、これはちょっと今たまたま飲んでたんでええやんと思って紹介させていただきますけど、まあ、こういう掛け合わせをどんどん増やしていくことができたらマーケットも広がるし、なんかええんちゃうかなっていう、そんな気はしましたね。僕も去年、まあ、スクラムユニゾンっていうプロジェクトをやったんですけども、それはまあどんなプロジェクトかって言いますと、まあ、YouTube のチャンネルでねスクラムユニゾンって調べていただくと出てくるんで分かるんですけども、まあ、去年ワールドカップがあって、その出場国の国歌とかアンセムを、まあ、覚えて、選手とかファンがまあ海外から来るんですけども、試合会場とかパブリックビューイングとかファンゾーンとか、まああとは結構海外の方飲むの人多いんでね、なんか居酒屋とかパブみたいなところで、なんかそんなところで一緒にね歌を歌えたらなんかすごくいいおもてなしになるし、すごくいい思い出ができて、なんかスポーツを通してすごく豊かな時間を過ごせんじゃないかなと思って、まあそのプロジェクトを始めました。もう一つはですね、まあ、国歌とかアンセムっていうその国のこう何でしょうね、なんか生い立ちとか成り立ちみたいなところが、まあ、結構如実に出てて、例えばウルグアイの国歌って本当は11番まで確かあるのかな、60分もあるんですよね。めっちゃ長いやんみたいなところから、ああ
日本はまあどんな感じかなとか、他の国の国家どんなんやろみたいな感じで、なんかこうちょっと学ぶきっかけとしてもね、すごく良かったんじゃないかなと思ってますね。例えばまあニュージーランドは A-E-H-O-A-A-T-U-A って始まるんですね。最初は周り語で始まるんですけど、最後 D-H-E-N-D-A ニュージーランドみたいな感じでね、最後英語で終わるんですね。だから最初はまあ原住民の方、周りの方がおられたんですけども、その後イギリスの人がまあ侵略してきて、まあ今はでもそのなんでしょうね、違う民族同士が、まあ、融合してニュージーランドという国を作ってますみたいなのが、まあ、ニュージーランドの国家ですし、南アフリカもね現地の言葉があって、コシケレリアフリカマルファカニスワンダワーヨ、まだいきますよ、イザイミタンダゾイエトゥコシシケレナティーナウサボラヨモレナブルカセチャバサエソ、まあ、こんな感じでね現地の言葉があって最後絵になりますみたいな感じで、ああいろんななんか民族の方がおられて今の国があんねんなとか、それこそアパルトのヘイトの問題を考えるとか、まあ、本当にいい機会になったんじゃないかなと思いますし、まあ、ワールドカップ最中で言えばこう選手と一緒に入場するねマスコットギッツっていう、まあ、子がいたんですけど、その子がですね国歌斉唱の瞬間はキャプテンの横にいるんですね。でその子供たちがですね実は結構歌ってくれまして、で特に有名だったのは、まあ、フィジーとウルグアイの試合、釜石だったんですけど、その時ウルグアイのチームのキャプテンの横にいた少年が大声で歌ってくれて、ウルグアイのキャプテンを大喜びしてくれて、なんかホームでこの試合を戦っているような気分になって試合に臨めたみたいなことを言って、でその試合もウルグアイが実は勝ってですね、なんと歴史的なアップセットに花を添えたっていうのが、まあその少年で、まあ、そっからこう僕らの活動もまたこう注目されるようになったりとか、あとカメラが、これまでの試合って大体こう国歌斉唱の瞬間ってこうずっとアングルでこうやって撮っていくんですけど、で最後こうキャプテンで終わるみたいなのがねカメラのアングルなんですけど、そのキャプテンで終わるっていうところで、今まで大体キャプテンしか撮らなかったんですけど、ちょっと引いてですね、こうキャプテンとマスコットキッズ2人をこう抜いてくるような、そういうようなね映像にしてくれまして、で大体子供たちもねみんな歌ってたんで、なんか本当に日本の子供と海外の選手一つになってるとか、なんかスポーツはなんかそういう国境を乗り換えられるとか、そんなとこを発する、まあ、なんかメッセージとしても素晴らしかったですし、そんな場としても本当に良かったんじゃないかなと思ってるんで、まあ、本当に、まあ、おもてなしっていうのとレガシーっていうものをねテーマにスクラムニゾンって作りましたけども、素晴らしいことができたんじゃないかなと思いますし、まあ、それをここまでの活動をするにあたって、まあ、僕らのメンバー、僕合わせて7人いるんですけど、まあ、そのメンバーには本当に感謝してもしきれないくらいですね。まあ、このメンバーとかもろもろに関してはねまた改めて言いたいなと思いますけども、本当にまあいい活動になってですね、まあ、世界のメディアからも注目されましたし、まあ、選手ファンにも喜んでいただけたし、まあ、今まで正直イングランドとかニュージーランドで、まあ、とか、まあ、フランスでワールドカップがあった時に、まあ、歴史的な今までの背景からちょっとイングランドの人はウェールズとかスコットランドのアンセム歌うっていうところにやっぱ抵抗があったんですけども、まあ、日本人は割とこうなんでしょうね、多神教やしなんか寛容でっていうところがあったんで、まあ、なんか今までのワールドカップにはできないことをできたんで、まあ、アジア初のワールドカップでしたけども、なんか価値を一つ作れたのも、まあ、そういった意味でもすごく良かったんじゃないかなっていうところは今思っているところですね。で今はまあこれからどうするのかっていうのがとても大事かなと思いますけど、まあ、今年、まあ、オリンピックパラリンピックありますけども、まあこれはどうなるのか今正直わからない状況ですけども、まあ、そこに向けてっていうのもありますし、まあ、僕たちとしてはいつか200カ国っていう夢もありますので、地道に今、20カ国去年取ったんで、今年はまあここからまた15から30ぐらいまでね、もし行けたら面白いのかなと思ってますんで、引き続き皆さんスクラムニゾンをね応援していただいて、やっぱね言葉喋れなくてもその国の国歌アンセムを歌えたら友達になれるんですね。なんかこれが本当に大事なことかなって、なんか僕たちから一歩寄り添う、そうすることによってなんか相手がこう安心して、あこの人だったら信じられるからなんか友達になろうとか、ちょっとビジネスの話しようとかいうところにつながるには、なんか国歌っていうのは一つ本当になんか誰しもがこう心が揺さぶられる、そういうものかなと思いますんで、ぜひ僕らの活動を注目していただければ嬉しいかなと思いますし、国歌斉唱、まあ、特にラグビーはですけど試合前に歌うんですね。その時はやっぱりなんやろうな、選手とファンが一緒になれるんですね。
こんな瞬間っていうのはなかなかないんかなと思っているんで、だから共に戦おうという気持ちを作れるっていう意味でも、核を一緒に決められるっていう意味でもとても面白いかなと思いますし、試合がより楽しみになるのかなと思いますんで、ぜひなんか我々の活動を応援していただければ嬉しいですし、どんどんジョインしていただいて、今僕もねまた今年新しい国家も挑戦してますんで、引き続きスクラムユニゾンもこんな感じで、僕もワイプのとこに、まあ、僕と言ったらあかんのかな、これトシツァルトっていう人がいますんで、まあ半分ふざけてますけど、でもなんか楽しくみんなでやりたいなっていう、そういうことをね見せていきたいなって一生じですし、まあ踊りは踊りなんですけど、やってること自体はまあちゃんと真面目に何かを残せるような形になればいいなと思ってやってますんで、またそちらの方も応援していただければいいかなと思ってます。そんな感じです。掛け合わせ大事です。イノベーションになります。じゃあまた。